皆さん、こんこにちは。私は私宮川三世です。本プレゼンテーションは全て人工知能による生成物であり宮川荘一世はプロンプトしか入力していないことを十分ご理解くださいでは始めます今日は少数言語の機械翻訳に関する私たちの研究についてお話ししますこの分野は言語多様性を保存し グローバルなコミュニケーションの架け橋となる重要な役割を果たします。まず、なぜ少数言語の機械翻訳が重要なのかを考えます。これらの言語は文化的アイデンティティの根底にあり、その保存は言語学だけでなく、文化人類学の観点からも重要です。機械翻訳の主な課題は、これらの言語のデータ不足と、文化的ニュアンスの正確なキャプチャです。 それをモデルに組み込むことが必要です。次に、コミュニティとの協力の重要性についてです。現地の和者や言語学者と協力して、データ収集と言語分析を行います。これは、精度の高い翻訳に不可欠です。機械翻訳モデルの訓練と評価における技術の利用について詳しく説明します。AI と機械学習の進歩が どのようにこの分野を支えているかを見ていきます機械翻訳モデルの訓練と評価における技術の利用について詳しく説明します AI と機械学習の進歩がどのようにこの分野を支えているかを見ていきますモデルの改善方法と機械翻訳のパフォーマンス評価指標に焦点を当てますどのようにして翻訳の品質を測定し改善策を講じるかについて説明します